回転寿司店で撮られたこの動画。若い男性がレーンに流れてくる寿司を直接箸で取って食べてしまいます。そして動画には、美味しそうだったので食べちゃいました、ハッシュタグ人の注文との文言が記載されています。この動画を見た人は、窃盗の自白？お店に対して大変失礼だと思う。一つも笑えない。自分がやられたら平気なのか？この動画が撮影されたとみられる回転寿司チェーンのはま寿司は、お客様に安心してお食事いただくための当社のルールから著しく逸脱した行為、他のお客様に危害を及ぼす行為については到底許容できない。はま寿司は今回の動画の件はすでに警察に相談しており、厳正な姿勢で対処していくとしています。